皆さんこんにちは、タートルです。エクササイズ頑張ってるのになかなか痩せられない。体重もなかなか変わらないし、脂肪が減ってるのかわかんない。実は脂肪が減ってないかもしれません。脂肪を減らすために大切なのは、交感神経が働いている時の有酸素運動です。朝、空腹時で軽い運動をすることによって脂肪がより燃えやすくなります。タイミングとしては、朝空腹時、または食事の前、食後から数時間空いた日中。そこで今回のメニューをやるのがおすすめです。今回は、やじろランベというのを紹介していきます。これは片足立ちでバランス取るだけなんですが、体を後ろに動かしながらバランスを取るために、長い時間歩くよりも痩せる運動になります。体を後ろに動かすことによって、前に進むウォーキングよりも、後ろ向きで進むウォーキングっていうのは10倍の効果があるんですけど、それを応用編として加えてますので、自宅で簡単にできる有酸素運動になってます。たった1分なんですが、両足を行いますので2分になります。もうちょっとやりたいよって方のために、もう1種目紹介するので、全部やっても4分。今日も一歩前進しましょう。やり方はとっても簡単です。片足持ち上げて、上げてる方の手でスマホを持ちます。このまま、後ろに体をこのように動かすだけ。肘と足を後ろに動かします。これで1分間バランス取るだけです。もしバランス崩した場合は、そのまましゃがんでスクワットして戻りましょう。これを1分間頑張っていきましょう。それでは行きます。スタート。こういう感じでね、バランスを取りながら、スマホを持って、手と足を後ろに引っ張ります。できればついてる曲はちょっと膝曲げてるぐらいの方がいいです。その方が足もしっかりね、お尻とかも鍛えられます。で、有酸素運動の大切なところは息を止めない。息止めちゃうと無酸素運動になりますから、しっかりね、同じリズムで息をしててください。結構これね、バランス取るだけでも足指の力とかふくらはぎも使ってますんで、むくみが改善されたりね、あとは浮き指が治ってくるんで、足のラインがね、良くなります。 OK。 次は同じように反対足です。呼吸が上がってたら戻しましょう。いきます。これがまたね、手と足の動きがどうだったっけみたいな感じね、だったりもするんで、運動神経がね、良くなります。こういう感じでね、しっかりね、肘しっかり引くことで背中の筋肉がね、使われるんで、痩せ筋って言われてるね、褐色脂肪細胞を活性化させることができます。もも裏をね、後ろに伸ばす感じで、空腹時に行うことによってより脂肪がね、燃やされます。よっしゃ、頑張って。朝のね、交感神経に切り替わったタイミングでこうになるといいです。はい、 OK。 今度は手と足同じ方向、こういう感じ。よいしょ。足上げるときに肘を引く。なかなかね、ウォーキングのシューズ履いて外歩きに行くっていうのもね、大変だと思いますが、自宅でこういう風にね、少ない時間でいいタイミングでうまくね、行うと十分ね、痩せられます。私は昼ご飯の前に毎日5分軽い有酸素運動をしてた時期があったんですが、やっぱりそれを2ヶ月ぐらい続けた時に3キロぐらい痩せれました。それは筋トレは通常通りやってたのになかなか痩せなくって、こういったね、有酸素運動を軽く含めただけでどんどん痩せることがね、できました。こういうこともね、含めていきましょう。結構辛いですよね、もも。はい、 OK。 これだけでもね、いい運動になってますからね。今度反対もね、同じように。はい、いきましょう。これだけでももも裏がね、1セット目でもも裏多分使ったんで、もも裏が結構効いてる。これだけでこれしっかりね、足を上げることで腹筋も使ってますんで、で息しっかり吐いてるんでお腹がねへこむ効果もあります。そしてしっかり体をね伸ばすことで腸腰筋、前もももストレッチされるんで足痩せ効果にもねいいです。結構きついな。これをね朝空腹時、昼ご飯前、エクササイズの後、そういったところでね使ってください。うわー結構くるなこれ。お疲れ様でした。どうでしたか皆さん。これを有酸素運動として活用してください。頑張ったよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。